和食はもちろん、フレンチにイタリアン、地産地消とエコをモットーに、国境を越えたアイデア料理人、滝崎富士子さんの登場です。滝崎さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今週は体の中からポカポカレシピというテーマでお送りしています。今日はこちらを作ります。作り置きニンニク味噌、そしてその味噌を使ったかきパスタですね。柿崎さん、この作り置きのニンニク味噌がとっても便利だそうですね。はい、重宝しますから、ぜひとも今日覚えてください。こういったパスタにも使えるし、はい、あとは焼きおにぎりとかにちょっと入れてもいいし、ということで、日持ちもするので、ぜひ皆さん作り方を覚えてください。さあ、それでは早速クッキングスタートです。はい、まずニンニクからしますね。ニンニクはもうこちらの根っこと、それから皮取ってますから、これを3等分か4等分ぐらいに切っていただいて、もし芽があれば取ってください。はい、皮を剥いたニンニク1個を大体3、4等分して、そうですね、はい、はい、さあ、これも後で潰すから大きさ関係ないですよね。そうなんですね、はい。それではね、こちらで、はい、こちらですね、これ水の中に牛乳を同量入れます。水200ミリリットル、牛乳200ミリリットル、同量ですね。これを3分の1鍋に入れて、はい、この混ぜたものの3分の1を、はい、でこの中にニンニクを入れて、はい、それで火をつけますね。はい、ここで沸騰するまで煮立てていきます。これが今日の基本の木なんですけれども、はい、ニンニクは牛乳で出ることで旨味を残して匂いを和らげるんですよね。へー、はい、旨味は残って匂いは柔らかく、匂いが柔らかくいきます。イタリア料理のバーニャカウダと同じやり方ですよね。なるほど、はい、いいこと尽くしですね。そうです、そうです、はい。そうしましたら、まだ沸騰してないんですけれども、こういうことをね、一回煮立ちましたら、はい、これを捨てまして、はい、水分を捨てて、あと2回に分けて同じことを3度してください。あ、じゃあ3分の1ずつ、1ずつ入れて3回繰り返すと。はい、はい、そうなんです、はい。煮立ったら水気捨てて、またニンニクを入れて、うん、またこちらを3分の1入れるってことですね。はい、そうしましたらね、これ先ほどこれ3回、はい、3回繰り返して、ね、はい、でこちらを水気を切ったものですね、はい、こちらをマッシャーで潰していきます。はい、マッシャーで潰しまして、なかなか潰れないです、ね、潰れないんですけどね、まあ、大雑把でいいです。もう一回ね、火を通さなきゃいけないので、あ、この後どうしてこう煮ていくので、はいはい、そうですね、その間にね、また潰れていきますから、はい、だから、まあらかた潰していただければと思います。にしても潰れないですね。そうですか力不足でしょ、ございます。あ、でも潰れましたね。潰れてきましたね、はいはい、さあ、そうしましてこちらを、はい、これができましたから、はい、マッシャーで粗く潰しておいてください、はいはい、粗く潰しましたのを今度はですね、この中に今度お味噌ですね、こっちをこれ持ってきますね。これ、はい、生姜汁です。生姜汁を入れました。お味噌 130g に対し、はい、生姜汁が大さじ1です。はい、はい、これお好みなんですけれども、まあ、今日はこの程度、大さじ1杯で、大さじ1杯だとね、どれくらいかなってニンニクも生姜思いますけれども、実はね、30g ぐらいなんです。30g入れますと、ちょっとこう丸いのがありますね。それを3つぐらいと思っていただければと思います。さあ、これで混ぜまして、この生姜汁が入ることによってよく混ざりますね。そうですね、はい、で香りもね、またおいし、いい香りがしますよね。はい、これを1つ火にかけていこうと思います。これに火を入れていきますね。はい、雪平鍋に直接お味噌を入れて、はい、で今火をつけました、はい、火をつけました。この時なんですけれども、今日はね、生姜を入れましたけれども、生姜苦手な方もいらっしゃれば、生姜入れないこともあるんですけど、必ず火を入れますからね、生姜の代わりに水とかお酒とか何か代わりになるものを使っていただきたいなと思いますね。あ、はい、なるほど、はい、それもじゃあ大さじ1ぐらいとか。そうですね、それぐらいですね。で、今日これが焦がさないようにということですね。そうなんです、焦がさないためにね、うま技なんですけれども、ニンニクと味噌で旨味がね、ものすごくね、アップするんですね。で、5分こうして炒めることによって1ヶ月ぐらい持ちます。ここでしっかりと練って、しっかり火を通しておくというのが大事なんですね。ニンニクにね、しっかり火を通していただくのがポイントですね。1ヶ月ぐらい、はい、すごく便利ですよ。ニンニクと味噌の相性というのはやっぱりいいんですか。
家に相性いいですね、うん、私はとても相性がいいと思うんですけれども、さあさあちょっと火を弱めておきますね。そうしまして、こちらが先ほど作ったものなんですね。はい、青山さんちょっとお味見を、はい、これもだから5分、そうですね、はい、火を入れたものなんです。はい、ちょっと、はい、一口スプーンの先っちょでいただきます。あ、普通の味噌と違いますね。しっかりした味がします、ね、うん、美味しい、はい、ニンニクの風味がしっかり残ってます ね。はい、さあそれではね、旨味が濃いです。濃いですか、うん、それではね、次にペンネを茹でていこうと思いますので、はい、今日はこのニンニク味噌を使ってパスタを作ります。そうですね、1リットルのお湯の中に塩 10g 入れておきます。あ、入れておきますね。はい、それでこの中にパスタを、今日は早茹でですので3分です。早茹でのペンネですね、はい、ペンネを入れている間に次の段取りをしていこうと思います、はい、まず小松菜ですけれども、小松菜に限らず何でもいいですから、青めの野菜を少し用意していただいて3センチぐらいに切りましょうか。この程度に切っていきます。さあちょっとこの中に入れておきましょう。さあこれで、お、いよいよフライパンで炒めていきますね。はい、この中にオリーブオイルを熱くしておりますから、大さじ1のオリーブオイルが入っています。はい、これに小松菜を入れます。これが今からニンニク味噌を使ったパスタになっていくわけですね、はいはい、パスタのソースになっていきます。今日はショートパスタですね。はい、今日はね、ペンネにしました。これに相性のいい牡蠣を入れていきます。少し多少しんなりしてから牡蠣を入れましょうか。牡蠣がニンニク味噌と相性がいいんですか。土手鍋のね、冷却洗浄にいいと思って、ね、はい、まあ何でもいいんですけどね、まあ、ちょうど美味しい時ですから牡蠣を入れていって炒めていきます。ニンニク味噌ですが、まあ、今日は今からね、はい、あのショートパスタと和えていきますけど、はい、まあ、さっき言った焼きおにぎりにちょっとつけたりとか、はい、他はどういう使い方ができるんですか。それから鍋でしょ。鍋、はい、それからね、味噌鍋、はい、あのチャウダーなんかにも私使います。チャウダー、あの根菜類に野菜、あの牛乳入れたりとかね、それとか、まあ、一番簡単なところがお豆腐をちょっと炒めてその上乗せたりとか。お豆腐炒めてその上、はい、あ、合いそうですね。でも焼きおにぎりあたりはすごい美味しいと思いますね、うん、はい、いや今日のコメンテーターの平尾純平さんが、はい、今あのニンニクにすごくハマってて。あ、そうなんですか。あの畑でニンニクを育てたいって言い始めたぐらい、それは今ものすごいニンニクを料理に使うそうなんです。やっぱりあの体もねほかほかしますし、やっぱり万能ですものね、うん、体にとって。平尾さんだからぜひニンニク味噌も作ってみてください。そうですね、はい、すごい楽しみです。さあそうしましたら、ここにさちょっと火を弱くしまして、はい、ニンニク味噌のね、これあのニンニク味噌ですけれども、あのお味噌の塩分濃度によって違いますから。なるほど、はい、だから3分の1とか4分の1入れていただいて、ちょっとそれぞれのお味噌の、はい、そうですね、味見をして、はい、塩分濃度によって、はい、適量を加えてください、はい、今日はだいたい3分の1ぐらい入れましたね。3分の1ぐらい入れました。さあさあこれでとりあえずあと茹で汁がこう入れたら、ちょっと火を弱めておきますね。ここにショートパスタの茹で汁を入れるわけですね、はい、そうです。ちょっともう忘れそうだから入れときますね。はい、今入れたのがお玉1杯、え、あの1人分でね、だいたい50ミリリットルぐらいかなって私は思うんですけれども、こうしてなじませておきましょう。お玉に軽く2杯入りましたね、はい。この辺はお好みですかね。そうですね、ちょっと絡むぐらいの思います。さあどうでしょうか、ね、これでしっかり味噌も溶けていきますね。そうですね、完璧にね、簡単に完璧に溶けましたよ。これどっちですか、簡単か完璧か。簡単に完璧に簡単に完璧に両方ですね、はい。さあさあこれでちょっと火を弱めときますね、煮詰まったらいけないので、はい、さあ、あ、なんか音がしましたね。早茹でペンネ、はい、表示時間通り3分で茹で上がりました、はい。さあこちらを今度は入れていきましょう。こちらも火消しておきますね、絡めるだけですから。結構ペンネってね、あのアルデンテなの、竹田さん、1回入れるごとに1本ずつペンネがこぼれていってます。失礼しました、見てなかったんですね、すいません。え
急いで回収しました。回収失礼いたしました。後でスタッフが美味しくいただきます。はい、さあさあこれでゆっくりで大丈夫ですよ。はい、はい、ここでもう火を止めてていいんですか。ちょっともうちょっと濃くしましょうか。そしてこのくらいで、うん、なんかちょっと絡んだ方が絡んだ方が美味しいですね。でまた今日はあと胡椒だけなんですけれども、オリーブオイルまたね入れていただいてもより美味しいと思います。さあこのくらいでいいかな。このくらいにしときますね。はい、はい、さあここに胡椒を振りまして、いよいよ火を消します。さあこれでこちらですね、これで入れちゃいましょうか。これだと入れにくいのか、ちょっとやりやすいようでいいですよ。こちらにします。さっき飛ばしたからなんか上がってますよ、すごいすることが。ペンで落としてしまったから。ペンで落としてしまった。気にしないでください。そんなの。そうですか、はい、あれとか言って。さあ、美味しそうですよ。はい、じゃあこれちょっと綺麗に牡蠣が見えるように、ね、そうですね、はい、こんな感じでいいですか。あ、美味しそうですね、はい、さあこれに、はい、パルメザンチーズを天盛りして、はい、はい、これで出来上がりです。仕上げにパルメザンチーズをかけました。はい、はい、こちらで作り置きニンニク味噌、そしてその味噌を使った牡蠣のショートパスタ25分で出来上がりです。さあ今日の材料はご覧のようになっています。ポイントです。ニンニクは牛乳で茹でることで旨味を残して匂いを和らげる効果があります。茹でこぼして下ごしらえをしました。3回繰り返してくださいね。ニンニクとお味噌を合わせることで旨味がアップするんですね。ニンニク味噌は1ヶ月ほど日持ちします。で今回は相性のいい牡蠣と合わせてパスタにしました。他にも豚肉のお鍋にも合います。豆腐の田楽にもおすすめです。焼きおにぎりにちょっとつけても美味しいということですね。ぜひ皆さんも作ってみてください。さあそれでは川村さん、ニンニク大好き平尾さん、お召し上がりください。いただきます。わあ楽しみ。すごいチーズの香りがしっかりしますね。まず和と洋のね、いや本当に和洋折衷という感じで。いただきます。おおいしい。すごいコクがありますしね。チーズと味噌こんなに合うんですね。うわ、あ確かにお味噌の味がしっかりしてますね。うんうん、あ、いい。しかも調理の時に入れたのは本当にニンニク味噌とあと胡椒だけですね。そうですね。乳製品がいますよね、お味噌とね。なのであっという間にこの味が決まるという良さがありますね。さっきも美味しい。美味しい。ぜひ皆さんもね作ってみてください。ニンニク味噌1ヶ月は日持ちするということです。さあ明日はですねアイデア料理の川添さんに豚キムチの旨辛スープを教えてもらいます。こちらもどうぞお楽しみに。柿崎さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。